西鉄五千系電車、西鉄五千系電車、西鉄五千系電車は、1975年、昭和50年に登場した、西日本鉄道、西鉄天神大牟田線、太宰府専用の通勤系電車。1970年代、大牟田線、現在の天神大牟田線では、再混雑区間において朝ラッシュ時の乗車率が200%に達しており、 なおかつ輸送量は右肩上がりに増え続けていたため輸送力増強が急がれていた。同時に15メートルから18メートル車体編開き、扉の100系、20系、300系、301系、303型、308系、313型についても置き換えの必要性があったことから、長期にわたり増備され続けており、西鉄最大の車両数となっている。全車両が、 川崎重工業製で、1975年、昭和50年9月から1991年、平成3年12月の16年間にわたり14時に分けて、計4 0編成136両が製造された。当初は、MT 比に M1T の3両固定編成が30本、2 M2T の4両固定編成が10本製造され、1991年、 平成3年に3両編成6本に新製の中間車を組み込んで4両編成とし、3両編成24本、4両編成16本となった。2010年、平成22年10月17日に2000型が営業運転を終了してからは、天神大向線系統の営業車両では最も古い車両が含まれている。1972年、 昭和47年に製造された700型を基本都市19メートル車体で乗降予知は両開きの片側3枚扉となっている。側窓は2段式の2連ユニット窓で扉間に2ユニット、車端に1ユニットを設置している。前面は600型や700型と同様に並結運転を考慮した前面貫通型であるが運転席側だけが パノラミックウィンドウを採用し、左右非対称となっている点が特徴で、日本では珍しい形態であるが、後の6000型や6050型にも同様のスタイルが引き継がれるなど、西鉄の通勤型車両の代表的スタイルとなった。西鉄の通勤軽車両としては、初採用となる列車種別と行き先を表示する大型方向膜を全面貫通扉上に設置し、 前照刀と微刀は左右全面相下に一組ずつ一体型ケースに収めて設置している。当初はこのケースの形状は横長の角丸長方形であったが、後に角型に改められている。また微刀を全面相下に配した関係で全面上部両端に通過標識刀を設けている。車体塗装はそれまでの西鉄一般車に長い間採用されていた紙フベージュ。 シモハンマルーンのツートンカラーに変わり、アイスグリーンを基調にボンレットの帯を巻いた、新塗装となった。この塗装は後に、大無田線の他の通勤系車両にも採用されている。一時車の製造当初は、帯の色が、ライトイエローであったが、保安上の理由により、営業運転開始までにボンレットの帯に変更された。16年間にわたって大幅な変更はされずに、製造されたが、 車体の構造や作りの若干の違いがある。座席はすべてロングシートである。登場時は座席モケットの色は紺色であったが、1990年代中頃から3両編成をエメラルドグリーン、4両編成をローズピンクに変更された。その後、バケットシート改造に際して3両編成もローズピンクに変更された。冷房装置は集約分散式を 屋根状に4機搭載する。運転室は、高運転台構造で、主幹制御機は2000型とは異なる横軸式前後、操作系を採用した。台車は製造時期により異なるため工術する。制御方式は2000型と同型の抵抗制御を採用している。補助電源装置は、大牟田方戦闘車の床下に備えている。1982年、 昭和57年までに製造された21本は、出力1 2 9馬バの CLG-350E 電動発電機を備えるが、1982年製の5122回 F イコール編成で、静止系インバータを試験的に採用し、翌1983年、昭和58年以降に製造された19本は、SIV を正式採用した。SIV については、 三両編成には出力99馬の BS483A を、四両編成には出力119馬の BS483A2 を設置している。終電装置は下枠交差式パンタグラフを採用し、中間車の5300番台車両の屋根上に設置している。MG を備える編成では、大ーム高田に1機のみ設置しているが、SIV を備える編成では、 セクション通過時の利線、瞬間停電を防ぐ必要があるためや、値上がり両端に2機設置している。以下の各番台に分かれるが、形式は、電動車がすべても5000、制御車はすべて区5000、付随車は差5000となっている。編成ごとに、車両番号の末尾2桁の数字は統一されている。編成は以下のようになっている。製造年代によって、 台車、引き面を中心に多少の違いがある。以下に詳細を示す。本形式では特別に広告塗装される編成が存在していた。1995年以降、製造後20年以上経過した車両について、車体の更新工事が進められてきた。2001年、平成13年以降は5121階を、皮切りに座席背もたれ部分のバケット式化。 一人当たりの座席横幅を4 5 0ト、mm、ルに拡大、車椅子スペース設置、スタンションポールの設置、運転台のない連結面への転落防止ホロ設置、車内の天井や壁の交換を主な内容とする室内のリニューアル工事が順次進められている。また天神大牟田線の最高速度引き上げ、時速1 0 0トル、時速 110km かを前に、ブレーキの増圧。 車輪形状の変更などの時速 110km 運転対応改造が進められ、2008年2月までに全車両で完了した。5123編成については 900K911 編成に改造されている、後日、天神大牟田線及び太宰府線全区間で終日普通列車として使用されるほか、平日の朝夕ラッシュ時には特急、 急行にも使用されている。特急、急行の運行時には2本の編成を並結し7両、または6両編成を蘇生して運転される。昼間の普通列車は4両編成であるが、朝夕ラッシュ時には7両、または6両編成で運転される。また、柳川車両基地への送り込みとして、平日の朝3本と、土休日朝の普通柳川駅、筑紫で、福岡。 天神初の当列車と車両交換のみ3両編成で運転される。初期車の製造から40年が経過した2016年時点では、廃車はなく、下記のように2014年に救援車に改造された一、編成3両を除き全車が営業運転に使用されていたが、2017年、新形式急線系の導入に伴い、同年3月31日をもって、 運用を離脱した5101編成を皮切りに順次廃車が始まっている。5009編成が同年5月に廃車、さらに5103編成は2018年1月、8000型で最後の廃車となった8056号車が終わるとすぐに廃車処分が始まっている。2003年、平成15年から使用していた事業用車、 萌え901クエ902の大体、貝塚線にて600系旅客車両に、復帰として2014年、平成26年5月20日付で5123回を、事業用車に改造した車両で、5123-911、5323-912、5523-913と、改版されている。車体は901.902と、同様。 黄色い式に塗り替えられた。中間の912には、河川検測機器を搭載しており、パンタグラフは、上り側の一機のみ、シングルアーム式に交換されている。久留米渋宮の神5丁目5番11号の宮の神駅近くにある、西鉄電車教習所では、電車運転シミュレータ用として、初期の丸型シールドビームの本形式の、車体先頭部から一つ目の乗降扉までを模した。 実物の模型を設置している。出口聖典、諸岡正弘、私鉄車両巡り、162、西日本鉄道、鉄道ピクトリアル1999年4月、臨時増刊号、通刊668号、PP191 から192 19、電気車研究会。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。